恋する乙女たち、バレンタインデメテルお菓子教室へようこそ。3日間お勉強して愛しのあの人を虜にしちゃいましょう。レッツアオハル。職場に来るとある男の子に日頃の感謝を込めてチョコをあげたいっていうか、でも深い意味はないんです。私も尊敬すべき人がとある男性にチョコを送る手助けをしたいと思い。はい、僕はチョコレートを渡したい人がいて。渡したい人って誰？一体誰にチョコレートを渡すつもりなのか早急に話してください。思いを込めて勇気を振るって渡してくれたものならどんなチョコでも嬉しいですよ。バレンタインってのは最終的にはチョコじゃなくて目当てのオスを食うためのものだろ。思い人の心を溶かすのはなりふり構わず愛を伝えようとする情熱的な魂の輝き。上手にできましたよ。どうして毎回、もうやれるだけやってみましょう。すみません、カカオを4袋ほど包んでもらえますか？あいよ、ジョーちゃんもバレンタインかい？作ったチョコ喜んでもらえるといいね。いえ、私ではないのですが。そうですね、彼女の思いがまっすぐ届くよう私も願っています。牛乳に果物の数々、それにカカオ豆。買い忘れはなさそうですか？うにゃーうにゃ、なんにゃこれは。猛毒を跳ね返すミャーのアビリティをも貫く破壊力、恐ろしすぎるにゃ。アーニャ、クロエ、どうしたのです？これはまさか敵襲。シル、大丈夫ですか？あれ、リュウどうしたの？そんな険しい顔して。なんですか、この世の悪をすべて見つめたようなまがまがしい異臭を放つその物体は。何って、チョコレートだよ。お店を開く前にありもので練習しようと思って。チョコ、これが。血と死にまみれた不臭を放つ真相のモンスターですら裸足で逃げ出しかねない異臭を放っている、それが。ミアたちはあれを試食させられたのにゃ。あれの匂いを近くで嗅がされてクラクラしてる間にあーんって。美味しかった？チョコレート、ベルさん喜んでくれるかな？やめるにゃ、こんなもの食わせたら白髪頭は即死だにゃ。セーブマイビジリにゃ、少年の尊いお尻を奪う権利は知るにもないにゃ。やっぱりまだ改良の余地ありか。でも大丈夫、本番までいっぱい練習するから。リュウにも追加の材料買ってきてもらったし。
術量産させてどうするにゃ。死のバレンタインの始まりにゃ。お宮が責任取って全部試食しろにゃ。お前たち何遊んでるんだい。もうすぐ開店だ。とっとと準備を済ませな。お疲れ様。今日も大忙しだったね。シルはこれからチョコ作りの練習ですか？うん、すぐにバレンタインだし、ベルさんに美味しいチョコを食べさせてあげたいから。しかし不思議な催しが広まったものですね。公衆の面前で好意を伝えチョコを渡して回るなど、エルフであれば考えられない文化です。甘い甘いチョコレートに託してとろけるような愛を伝える。いつまでも距離が縮まらないあの人に少しだけ近づけるかもしれない。とっても素敵な日だと思わない？私には到底理解できない催しですが、あなたの思いは心より応援しています。できることがあれば何でも言ってください。それじゃあ早速一ついい？あのね、このチョコを試食してほしいの。それはダメかな。リュウ、何でもって言ってくれたし。シル、待ってください。心の準備が…どうしたのですか、リオン。顔色が良くないようですが。少々刺激の強いものを口にしまして、まさかあれほどの破壊力とは。嫌な予感しかしないのですが、私が呼ばれたのはそのことに関係ある話でしょうか？ええ、とは言ってもあなたに相談したいことは単純です。どのようなお菓子も美味しく仕上げる魔道具、あるいは同様の効果が得られる奇跡の調味料など、そのようなものの情報を持っていないでしょうか？そんな何言ってんだ。こいつ的な目で私を見ないでください。失礼、あなたの無茶ぶりが一瞬ヘルメス様のものと被ってしまいました。ですがあいにく私の手には余る相談です。中層での借りもありますから協力はしてあげたいのですが。そうですか。ただあなたが求めるほどの効果があるとは限りませんが。何か心当たりが。教えてください。わずかでも可能性があるのであれば。ちょうどデメテルファミリアがバレンタインに向けてお菓子教室を開いているようです。もしあなたの悩みがバレンタインに関わることでしたら、そちらに通ってみるのも手かもしれませんね。神デメテル、確かに神の力をもってすれば、邪悪の結晶もまともな食べ物に。いや、ダメだ。お菓子教室であのような料理を作り、誰かが試食するということにでもなれば。教室は一瞬で死死類々の地獄に。いくら正義を捨てた身といえ、そのような非道は。とてもお菓子の悩みには聞こえないのですが。あなたは知らないからそんなことが言えるのです。深い愛情がこじれにこじれて生まれたあのチョコはまさに厄災だから、お菓子を形容する言葉に聞こえませんって。シルを生かせることが道義上不可能であるならば、そうですね、まず私が。
恋に恋する乙女たち、バレンタインデメテルお菓子教室へようこそ。大好きなあの人をデメテルファミリア特製カカオで作ったとびっきりのラブラブチョコレートでとろけさせちゃいましょう。今年こそ最高の理解あるカネ君をものにしてやるんだから。もう寂しい夜とはさよならよ。ええ、この手に甘美なる極上の愛を。待ってなさいよ、まだ見ぬ未来の旦那様。みんな青春しちゃってるわ。私もイズになったみたい。みんな3日間お勉強して愛しのあの人を虜にしちゃいましょう。レッツアオハルー。イエスアオハルー。なんですかこのおびただしく頭の悪い空間は。かくいう私も教室に申し込んだ際に支給されたこの浮かれきった格好を、こんな姿誰かに見られてもしたら。違う！勘違いするな！これは私の趣味では！慈愛と哀れみの笑みを浮かべるんじゃない！これはお菓子教室を申し込んだ時に無理やり。私は決して浮かれた理由や不純な動機でここにいるわけでは。エルフの地に誓って。お菓子教室のご参加の方ですよね。あなたも。なぜこの頭の悪い、え、浮かれた格好ではないのですか。私はその申し込んだのがギリギリだったので、多分支給が間に合わなかったのかなって。恥ずかしいし仕事もあるからって着るの断ったらエプロンくらいでもいいって話になったんだけど、この人にはそれ伝えない方がいい気がする。取り乱しました。私はとある目的のためにここにいるだけで。そうですよね、同胞の方。そもそも意中の人の気をチョコで引こうとするとか、そんな軽薄なことはありませんよね。ええ、やはり男女の仰せとなればそのように軽々しく行うべきではない。月の出る夜半、二人だけの静かな森で永遠の愛を語り合い、深い心の交流を持って結ぶべきだ。わかります。エルフの愛はそれくらい崇高でなくては。そして朝になって心を許し合った二人は初めてそっと手を握って。手を握る。婚姻の儀を結ぶ前から。それはハレンチすぎだ、ハーフエルフ。すみません、私としたことが。何あの潔癖エルフたち、やば。やめなさい、目合わせたらおとぎ話の世界に連れてかれるわよ。バレンタインなんて周りの人たちに何の気なしにギリチョコを渡したら勘違いされて大変なことになったりとか、毎年毎年何かと問題が起きて本当に迷惑なだけなんです。であればなぜここに。それは職場に来るとある男の子に日頃の感謝を込めてチョコをあげたいっていうか。でも深い意味はないんです。ただいつも一生懸命頑張ってるからご褒美にって。なるほど。私も尊敬すべき人がとある男性にチョコを送る手助けをしたいと思い。すいません遅れちゃって。まだ大丈夫ですか。ええ、料理教室はこれからよ。エプロンを用意してるから着替えていらっしゃい。ベルくん、なぜあなたが
このようなところに。ベル君、これは決して個人的な興味とかじゃなくて、職務の一環として聞かせてもらうんだけど、ダンジョン探索をお休みしてまでなんでお菓子教室に通ってるのかな。ええ、しかもこのような女性ばかりの教室に。あと、私は好きでこの学校をしているのではありませんので。はい、僕はチョコレートを渡したい人がいて、渡すなら上手に作ったものを渡したいなって思って。けど僕もまさかこんな女の人だらけの場所だなんて思わなくて。渡したい人って誰？シルですか？シルですよね。まさか伴侶の戦略がある彼女を差し置いて他の女性になど。伴侶？ベル君、一体どういうこと？私何も聞いてないよね。それは、あれってリトルルーキーよね。あんな可愛い顔して女の子二人に詰められて。女に対してもレコードホルダーなんじゃない私たちも手を出されちゃったらどうしよう。消せんな。ダメですってリュウさん、落ち着いてください。クラネルさん。はい。あなたは尊敬に値するヒューマンだ。やましい気持ちでここに来たとは思っていません。しかし事情がわからねば、このようによからぬ噂も広がりかねない。一体誰にチョコレートを渡すつもりなのか早急に話してください。そうだよ、しかもわざわざ料理教室に通ってって、なんかすっごい特別な感じするし。なんか強引。特別といえば特別なんですけど、ちょっと言いにくいというか恥ずかしいというか。話せないと。クラネルさん、不本意ではありますが、私も口を割らせる手段の一つや二つは心得ている。大切な友の思いを守るため、このままでは私はそれを行使しなければいけなくなる。ちょー、多分それダメなやつですよね。あらあら、フェスティアの子も隅に置けないわね。あんなに熱烈なアプローチを受けて。うん、これぞ青春。私もラブ&ピースのお菓子教室頑張らなきゃ。あの、お二人ともそろそろ機嫌を直してもらえると。別に怒ってなんかないよ。君が誰にチョコレートを渡すのかなんて自由だもんね。そこまでひた隠しにする相手とは一体誰なのです？まさか表立って言えないような人物なのですか？ほらほら、喧嘩はダメよ。これから作るのは甘くてみんな笑顔になるお菓子なんだから。うん、あなたたち3人は同じ班でやってもらっちゃおうかしら。甘いお菓子を食べて仲直りしてね。同じ班とは好都合ですね。うん、いろいろお話ししながらお菓子作りできそう。よろしくね、ベル君。笑顔が怖いですってば。はーい、まずはお菓子作りの前に同じ班の人の手をギュッと握りしめちゃいましょう。は？美味しいお菓子を作る前の大切な儀式。レッツシェイクハンド。手をつなぐってベル君の？ほらほら、早く同じ班の人同士手をつないじゃって。
なぜ料理をするのにそのような真似をする必要が。お菓子作りは大切な誰かを思ってその人に楽しんでもらうために作るのが基本よね。バレンタインともなればなおさら。だからみんな仲良く手をつなぐの。いきなり雑な理屈になってますけど。ほら、人の体温には心が宿るって言うでしょ。他人の心を理解するためには手をつなぐことが一番。あ、うまいこと言っちゃったみたい。即興で考えたのバレバレですって。いくら女神のお言葉とはいえ到底納得できる話ではありませんね。私はベル君となら、そんなに嫌でもないけど。な、エルフの定宿はどうした、ハーフエルフ。そういうんじゃ、ベル君はほら、弟みたいな感じですし。ハーフエルフ。あの、僕もエルフのリュウさんやエイナさんに無理はしてほしくないですし、デメテル様には僕から説明を。だから別に嫌じゃないって言ってるよね。ええ、クラネルさん、あなたは私の手に触れたことのある数少ないヒューマンだ。手をつなぐくらいなんてことも。めっちゃ無理してそうですけど。話はついたみたいだし、早くつないじゃいましょう。ほら、仲良しこよしで手を握って。ねえ、あの脳内お花畑エルフ二人と手をつないじゃったわよ、リトルルーキー。こっくり。さすがレコードホルダー、ショタ風ジゴロの才能までオラリオ有数のようね。はーい、まずステップ1、みんなで力を合わせてカカオの豆を潰しちゃってね。こんな感じでしょうか。もっと細かく砕いた方がいいわね。では全力で。リュウさん、鍋がいっちゃってます。またやりすぎてしまいましたか。それじゃあお次は潰したカカオパウダーを精錬して滑らかチョコにしていきましょう。愛情込めて一緒にねりねり。同じ班の人はみんな一緒にねりねりしましょうね。あの、その体が当たって。ごめんベル君、でも3人だと狭くて。あー、そんな声出さないで。こっちまで意識しちゃうから。そうです、これは技術の鍛錬であり何一つ恥じるべきことなど。ひゃーん、リュウさん耳まで真っ赤です。そのようなことはありえません。あーすっかり仲良しさんね。さ、あとは美味しいチョコ作ってレッツアオハルよ。あ、おかえりリュウ。シル、お店はどうでしたか。うん、今日も大忙しだったよ。リュウはお休みはどうだった。それはフフ話はついたみたいだし早くつないじゃいましょう。ほら、仲良しこよしで手を握って。少々買い物をしてゆっくり楽しんでいました。く
んくん、なんかチョコレートの甘い匂いがするにゃ。チョコ買ってきたならとっとと出すにゃ。みんなでご相伴に預かるにゃ。チョコなど買ってきていません。リュウ、何か隠し事してない？いえ、そのようなことは決して。そっか、そうなんだ。ほらみんな、こっちよ。なぜお菓子作りを学ぶのに街中に？このお菓子教室、いろいろちょっと変な気が。昨日も散々恥ずかしいことさせられたしね。店員さんも顔を真っ赤にして。今すぐ忘れてください。あれは神デメテルが言っていた他人の気持ちを理解するための修行に他ならない。未熟ゆえあのような醜態を晒しましたが、今日は何事も平常心で乗り越えてみせます。チョコ作りのイロハは昨日で教えられたから、今日は街に出てどんなチョコをあげたら喜ばれるか実地調査しましょう。実地調査ですか？そう、みんながどんなチョコを作れば大切な人に喜んでもらえるか、いわばリサーチね。まずは意見をもらえそうな男の人を探しましょう。はい、みんな、どんな人にチョコをあげたいのかしら？へえ、やっぱりがっつり稼いでくれそうな高レベルの上級冒険者で、イケメンで優しくて。私は私のことだけずっと見てくれる人がいいな。浮気者は処刑よ処刑。皆さん、すごい。クラネルさん、あなたはどのような人にチョコレートを渡そうと考えてるのです？え？いろいろあって流れちゃったけど、まだ誰にチョコを渡すか教えてもらってないよね。それは。女性たちが急に発情したアルミラージのように。ずいぶんと賑やかだね。あれはチョコレートをあげたい冒険者ランキング圧倒的1位を独走するフィンディムナシ。そんなものがあるんですか？1位がフィンさんなのは納得ですけど。ちょうどいい調査対象ね。ちょっとお話を伺いたいのだけど、いいかしら？ええ、慈愛と豊穣の女神の頼みでしたら何なりと。もうすぐバレンタインだけれど、あなたならどんなチョコレートをもらったら嬉しいかしら？思いを込めて勇気を振るって渡してくれたものならどんなチョコでも嬉しいですよ。確かそこにいる二人も去年チョコをくれたね。僕みたいなパルームに本当にありがとう。覚えてくれてる。どうかフィン様、今宵は私を食べてください。何抜け駆けしようとしてるのよ。フィン様は私のものよ。好き。団長が誰のものだって？このさっきは。
めえら、今すぐ団長から離れやがれ。離れねえなら奥歯ガタガタ言わせぞこら。ディオネさん、怖かった。冒険者が改装主に遭遇した時ってこんな感じなのかな。それくらいの迫力はありましたね。フィンさんが止めてくれたから怪我人は出ませんでしたけど。しかし何でも嬉しいではチョコ作りの参考にはならなそうですね。そうね、やっぱり意識的に英雄っぽくというか万人受けする模範生を演じる彼じゃ特殊すぎたわよね。デメテル様、言い方。まあ普通の男性はあそこまで高潔じゃないですし、もっと煩悩だらけでデリカシーもなくて。おお、リトルルーキー、今日は女どもを引き連れて随分大盛んじゃねえか。こんな野郎、俺にも一人くらい湧き上がれってんだ。あ、モルドさん、これはそういうのじゃなくて。あ、いましたね。うちを出禁になった格好の欲望まみれの一般男性が。なんでおめえらジロジロ見やがって。この煩悩が全身からにじみ出ているようなありさま、まさに格好の調査対象ですか。とある男の子、本人に直接聞くわけにもいかないし、こういう人に男の人が好きな味を聞くのも参考になるのかな。よーし、いっぱい勉強してどんな男もイチコロでとろけさせるチョコレート作ってやるんだから。ほら早く話を聞かせなさい、そこの冒険者。女が群がってきやがる。どうなってんだこりゃ。ついに神が言うモテ期ってのが来ちまったか。悪いなリトルルーキー、時代はお前みたいなキャワワな男子より俺みたいな野性味あふれる男を求めてるみてえだぜ。それじゃあ一つ聞きたいのだけれど、あなたはバレンタインの日どんなチョコレートをもらったら嬉しいかしら。チョコレート？親以外からもらったチョコなら何でも嬉しいに決まってんだろ。すがすがしいまでのひもて発言。ま、イケてる姉ちゃんやとびっきりの美少女が熱烈な愛の告白でも添えてくれたら最強だけどな。しかも分不相応な妄想癖まであるようだ。え？そんなこと聞いてくるってことは女神様まで俺の魅力にメロメロになっちまった口か。俺様も罪な男だぜ。あの博愛精神の塊デメテル様が口を閉ざされた。ああ、そうだな、やっぱり至高のチョコは寝室に忍び込んできたチョコレートまみれの全裸の美女が私を食べてと迫ってくる。これで決まりだろうなあリトルルーキー。何しやがるてめえ。クラネルさんから離れなさい、煩悩の悪影響が甚だしすぎる。悪影響だ、バカ言うんじゃねえ。男なんざ
誰だって四六時中スケベなこと考えてるもんだろ。なあリトルルーキー、お前だってそうだろ。ほら言ってやれ、僕も同じむっつりドスケベウサギだってよ。僕はそのベルク、フラネル氏はそんな人じゃありません。頼りないところや優柔不断なところはあるけれど、とても優しくて頼りになる汚れなき冒険者です。そうです、シルを託すにふさわしい誠実さと勇敢さと高潔さを兼ね揃えたヒューマン、それがクラネルさんです。あなたのようなウロンな輩と同じにしないでもらいたい。何これ、なんかこそばゆくて居心地悪い。どんだけお花畑エルフに入れ上げられてんだよ。お前も大変だな。ああそうだわ、ここにもいい調査対象がいたわね。東大元暮らしってやつね。あなたの意見も聞かせてくれるかしら。僕ですか。あの僕そもそも甘いものがちょっと苦手で。嘘だよね。それじゃあバレンタインのチョコとか欲しくないってこと。そうです。それではそもそもシルの願いは根本から。天下の往来でガン首揃えて何やってんだよあんたらは。アンティアネイラ、ギャースか道のど真ん中で騒いでるから何かと思って来てみりゃ、チョコがあーだのこうだのくだらないことをうだうだと。くだらないとは何よ、バレンタインは素晴らしい催しなのよ。あんたらはそもそもそこから履き違えてるのさ。バレンタインってのは最終的にはチョコじゃなくて目当てのオスを食うためのものだろ。チョコなんざただの小道具、主役は目当てのオス。やることやっちまえば細かいことはどうでもいいじゃないか。え、く、食う？恥知らずな。これだからアマゾネスは。うんうん、一番大事なことは相手にしっかり思いを伝えることって言いたいのよね。多分違うような。そうだわ、世界は多様性の時代。こちらの女性にもどんなチョコをもらったら嬉しいか聞いてみちゃいましょう。もうデメテル様がわからない。言っただろ、チョコレートなんざ前座に過ぎない。私が欲しいって言うならそうだね、ベルクラネル。はい？あんたとの熱い夜、それだけあれば十分さ。チョコの話はどこに？アイシャさん、お願いします。どうか僕を大人にしてください。まだ夜は長いんだ、焦るんじゃないよ。だけどもう我慢できないです。僕の中の年頃の獣が。エイラさん、ハーフエルフが倒れたわ。どんだけ耐性ないのよこのお花畑。たく、エルフのうぶさってのは一種の病気だね。宝の持ち腐れだよ。黙りなさい。ん？クラネルさんはそのようなことをする男性ではない。これ以上その歪んだ価値観で彼を侮辱するというのであれば、しかるべき対応を取らせていただきます。やたらと肩入れして、やっぱりあんた
こいつにお熱なんじゃないかい？警告はしました。ムキになるところが怪しいね。そら、やる気ってんならかかってきな。ちょっと二人とも落ち着いてください。こんなところで喧嘩しちゃダメですよ。こんなにみんなで取り合っちゃうなんて、モテる男の青春は大変ね。デメテル様が元凶でしょ。リュウのやつ、今日も外出にゃ？甘い匂いプンプンさせて何やってるにゃ？もしかしてバレンタインを前に色気づいたにゃ？あの堅物エルフに限ってにゃいにゃい。いやいや、あれで18階層に行った時とか、少年とラッキースケベ胸キュンイベントに遭遇したり、隅に置けないにゃ。もしかしたら。ほら、サボってるとまた宮お母さんに叱られるよ。早くお客さんのところに行って。にゃー、これ以上ケンコツもらったら頭ぶっ壊れるにゃ。リュウ、変なことしてないよね。それではデメテル料理教室3日目最終日、愛しの人をとろかしちゃう甘々チョコを完成させるわよ。おお、あれ、エイナさんは？アンティアネイラのみだらな振る舞いに当てられ寝込んでいるのかもしれません。あります、そんなこと。はいはい、今日は最終日ということで素晴らしいゲストを呼んでいるのよ。バレンタインといえば愛の日、このオラリオで愛って言えばカモンマイフレンド、みんなにとびっきりの愛の秘伝を教えてあげて。愛の秘伝ねえ、私はただ普通にしているだけなのだけど。なぜエインヘリアルに守られ、滅多に表に顔を出すことのない美の女神が。強引に誘われたのよ。一度言い出したら聞かない親友にね。ああ、それで来てくれちゃうフレイヤ大好き。さあ、みんなにも愛と魅了の秘術を教えてあげて。とは言ってもね、何を教えればいいのかしら。さっきも言ったけど、私はただ普通にしているだけよ。すごい、そう語る佇まいがすでにモテに満ちている。これがモテの頂点、女神フレイヤ。このかけらでもモテることができたら、私たちはバレンタインの王者になれる。あら、あなたはヘスティアの。あ、どうも。そうね、いいこと思いついた。思い人の心を溶かすのは、なりふり構わず愛を伝えようとする情熱的な魂の輝き。そうね、いくら私でも口移してチョコを注がれたら骨抜きにされてしまうかも。相手役はあなたがいいわ。ほら、チョコを口に含んでこっちに来なさい。フレイヤ様とあの子がしちゃうの？これが神様流のバレンタイン、すごすぎるんだけど。そんな、これお菓子教室ですよね。お菓子の美味しい食べ方を親友に教えてもらっちゃいましょう。絶対面白がってますよね。あなたも誰かに愛を伝えたくて来たんじゃないの？僕は
愛というか、その違くて。ちょっと、あの子やばいんじゃない？神フレイヤの誘いを拒否して恥なんて欠かしたら、ええ、王者とかバナフレイヤが黙ってないんじゃ。そうなったら死ぬわね、あの子。どうかしら、あなたの愛で私を包み込む準備はできたかしら。あ、いえ、その、あなたも冒険者でしょう。これも一つの冒険。そこまでです。あら、神フレイヤ、彼を話してください。今すぐ。正気？フレイヤファミリアに喧嘩売る気？あのエルフ。もう一度言います。クラネルさんを話しなさい。キャッ、略奪愛ね。燃える展開だわ。お願いですから、デメテル様、黙っててください。ふん。この私に指図する気？そんなことが不可能なのは分かっています。もし影に潜むあなたの護衛が動けば、私は数分も持たず打ちのめされるでしょう。無駄骨と分かっていてそれでも立てつくの？ええ、数十秒、それだけの時間があればクラネルさんはあなたから逃げおおせるでしょう。その子の捨て石になるということ？あなたが彼を、彼の純潔を喰らおうとするのならば、致し方ありません。私はクラネルさんの純潔を守ってみせる。どうして傷つくと、命さえ危ういと分かっていながらそこまでするのかしら。ダイオンアル、尊敬すべき人のため、彼女の恩に報いるためとあらば、たとえこの身が砕けようとも。本当に本当に面白い子ね。いいわ、あなたに免じてこの子は返してあげる。え？ごめんなさいね、デメテル。そういうわけだから抗議は続けられなくなったわ。いいの？あなたの方が折れるなんて。十分楽しませてもらったから、あなたにも感謝してるわ。少しの間だけど、退屈は殺せたから。そう、また神聖浴場で待ってるわね。ねえ、気が向いたら顔を出すわ。何だったんでしょう。神の気まぐれでしょうか。とりあえず最悪の事態は免れたということです。ありがとうございます、リュウさん。いえ、私が勝手にやったことです。それにあのような無様な交渉しかできませんでしたから。そんなこと。それじゃあ教室の続きに戻りましょう。え？じゃあ早速あなたたち二人でフレイヤのやりかけてたチョコの口移しやっちゃいましょう。はあ！フレイヤの言ってたことってとっても面白い。頑畜だったと思うのね。今面白いって言いかけましたよね。せっかくヘスティアの子をあなたが略奪、取り返したんだから、ここは愛を確かめるべきでしょ。今略奪とか言いかけましたか。ほらほら、細かいことは言いこなすよ。レッツ口移し。はあ！ね、口
ち写しの続き続き。できるわけがありません。そうですよ。せっかくリュウさんのおかげで事なきを得たのに。だって百戦錬磨の親友が教えてくれた方法よ。下界の子にも効果があるか確かめてみたいじゃない。本音を隠さなくなりましたね。神デメテル、私は彼に尊敬や友愛は抱いていても男女の思いは。そんなあなたたちが男女の関係に進展しちゃうのかぜひ確かめてみたいじゃない。ほらほら早く、楽しみだ。好奇心が先行しすぎて話を聞く気がない。オラリオを代表する前身であっても神は神ということですか。どうしましょう。いくら女神様に言われたって言っても口移しなんて。クラネルさん、シルに誓ってあなたの純血をこのような場所で汚させはしない。そのエルフがやらないなら私がリトルルーキーをいただくわ。何言ってんのよ。あの子の心を骨抜きにするのは私。ほらお姉さんのところにおいで、ウサギちゃん。どうして皆さん。世界最速でランクアップしてる超将来有望株。せっかくのチャンス逃す手はないでしょ。近くで見るとなかなか可愛いしね。お姉さんが優しくしてあげる。チュルリン。クラネルさん、ここは危険だ。早く逃げてください。はい。おっと、どこに凝ってんだい。アイシャさん、なぜあなたがここに。昨日はあんたの邪魔が入って欲求不満が溜まっちまってね。そしたら随分と面白い話になってるじゃないか。チョコの口移しか。バーベラの血が騒ぐね。ひー、離してください。愛者さん、アンティアネイラまで。このままではクラネルさんの純血が。ああ、純血。相変わらず甘っちょろいこと言ってるね。そんなものただの自己満足に過ぎないだろ。そうだそうだ、私は純血より彼氏が欲しいぞ。純血を守って好き人あんなことやこんなこともできない人生なんてクソくらえよ。ま、こういうのは早いか遅いかだけの違いさ。あんたの言う純血ってのはその程度の問題。純血守ったって最後にやることは一緒でしょ。純血守った先には生き遅れって二つしか残らないんだから。勝負あったようだね。ならリトルルーキーは私たちが。僕の意志は、待ちなさい。まだ立つの。あれだけお花畑をへし折ったのに。クラネルさんの伴侶になるべき女性は決まっている。たとえ好みがどうなろうとも。何がおかしい。アマゾネス、ほんとおぼこいね、あんたは。私はね、つがいがいたってつまみ食いするときはするよ。デュさん、幻想だったというのか。私が信じてきた純血というものは、壊れていく。
私の価値観が、低粛の概念が。かつてアストレアという女神は言ったわ。正義は星の数ほど存在すると。彼女たちが語る正義もまた真実なの。なんてね。って何追い打ちかけてるんですか、デメテル様。リュウさん、正気に戻ってください。クラネルさん、リュウさん、口移ししましょう。そうすれば純潔は守られる。壊れた。あら、洗脳うまくいっちゃったみたい。何やってくださってるんですか。口移しノギルティ、口移しフリーダム。リュウさん、街で挙動不審だったエイナ様を問い詰めてみたら、どういう状況ですか、これは。神様、リリー、ごめんね、ペル君。お菓子教室に向かう途中で神ヘスティアに捕まっちゃって。私は一体。あらあら、こっちも元に戻っちゃったわね。何が起こってるの。さあね、ただまたお預けになっちまうのは間違いなさそうだ。で、ここ数日僕らにも内緒でコソコソしてたのは、デメテルのお菓子教室に通うためだったと。はい、すみません。楽しい3日間だったわ。君も少しは反省しろ。で、そこまで必死に作ったチョコレートをベル様はどなたに渡す気だったのですか。そうだ、それが一番問題だ。ベル君、もうここまで来たら黙秘なんて許さないからね。ええ、はっきりしていただきます。それは神様。ベル君、僕は信じてたよ。どういうことですか。リリはベル様を見損ないむと。リリ、えそれと、春姫さん、ミコトさん、エイナさん、シルさん、リュウさん、アイシャさん、あと、ミヤハファミリアの…どんだけ気が多いんだよ。気がとかじゃなくて、普段お世話になってる人たち、みんなに少しでも感謝の気持ちをって、皆さんに驚いてもらいたくて秘密にしてたんですけど、もう隠しても仕方ないので今渡しちゃいますね。これが神様の分で、これがリリの。あとエイナさん、アイシャさんにも今渡せるから。クラネルさん、
いつの間にチョコをこんなに作っていたのです。とにかくあげたい人が多かったんで、昨日、一昨日もホームに帰ってからずっと。それでこれはリュウさんに。いつもありがとうございます。クラネルさん、本当にあなたという人は。全員仲良く彼からギリチョコもらって、めでたしめでたしね。で、結局シルのチョコはマシになったのにゃ。お菓子教室で学んだ技をすべて叩き込み、決しておいしいとはお世辞には言えませんが、なんとも微妙なくらいの味まで持っていけました。信じられんにゃ。猛毒は何を混ぜても猛毒にしかならないにゃ。みんな、ただいま。お、噂をすればにゃ。シル、どうでした？そのチョコレートは。うん、あんまり甘くないから食べやすいってベルさん喜んでくれたみたい。そうですか、よかった。甘さは控えめにした方がいいって龍が意見をくれたおかげだよ。龍？シル、私はあなたに謝らなければなりません。あ？私はこの数日、神デメテルのお菓子教室に通っていて、そこでクラネルさんと。さっきベルさんから聞いたよ。私のために習いに行ってくれたんだよね。なんだかベルさんもあんまり詳しく話してくれなかったけど。ええ、まさにその話なのですが。はい、これ。え、これはチョコ。うん、ベルさんの真似してみたの。私も近くの大事な人たちに渡そうって。大事な私か。うん、龍がいなかったらバレンタインがこんな素敵な日にはならなかったもの。だから何も気にしないで、ちゃんと分かってるから。龍が私のことも大切にしてくれてるって。シル、ありがとうございます。こちらこそ、いつもありがとう。それじゃあ他のみんなにも配ってくるね。シル、私の方こそあなたに最上の感謝を。